して、なんと見事に勝ち取ってまいりました。はい、ありがとうございます。10万回再生を目指します。はい、もう10万回再生分抜いてますので、はい、お客様。お願いします。ね、ちゃんとそのままついてまいりましたので、もっと出していただいていいんですか。あ、はい、はい、もうこの辺りやっぱり、すぐです。今からサウナにみんなで入りまして、ガッチガチギッチギチに整えます。はい、整って喉がカラカラのまま休憩所に向かいまして、ビールをごくごくと飲んでもらい、その顔が一番いい子が優勝です。ナンバーワン主導、川原麻衣の独断と偏見で選ばせていただきますので、はい、皆様、私の好きそうな顔でよろしくお願いします。まゆちゃんの好きそうな顔で、そう、はい、は素晴らしいんですけど、ちょっとあのグラビア界の大先輩としてはサウナを耐える時間があまりにも少なかったっていう欠点がありまして耐えれないのよ私。88点です。うわーマジか、よかったんですけどね。よかったな。整ってる、まだ汗かいてる、整ってる、足りない。でもね、さっきよりかいたよ汗。いいね、いい。なんかあ、でもまだちょっと余裕そう。うん、お腹も結構ね、すごい。あ、いいね。背中もかいてるよ。くびれが、せいな様、くびれが。背中もだいぶ。ちょっといいですか、ちょっと。あっつ、肉があっつ。いいね、帰ってきたね。あっつ。でもね、結構来てるね。せいな様来てるね。来てる。テカテカしてきます、ツヤっぽさが。いきます。いきます?バカツマ、バカツマ入ります。いきますよ。行ってらっしゃい。ではでは、初サウナ後、はい、のビール、
みたい。もういける大丈夫はい。高得点目指して。分かってる？おじさまね。おじさん。おじさまよ。やばい。行くね。美味しい。美味しいです。美味しい。おじさん、美味しいです。ピールあんま好きじゃなかったの？はい、好きじゃなかったです。今日でも美味しく感じました。21歳の頑張りは評価したいところなんですけど、あ、でもな、好きですよね。視聴者のみんなはね、こういうのがね。89点。1点だけ。何点中なんですか？何の差ですか？何点中ですか？あのね、何点中ですか？若さと健さですかね。何点中ですか？ちょっと若さに圧倒されちゃって先輩。え、何点中29点なんですか？ちょっと待って、まだ言ってるの。100点中です。100点中。あれ、何歳ですか？何歳？やめろー。ちょっと待って、何点ですか？喧嘩ばっちりもう酔っ払ってんのか？若さに向かってるもん。若さに向かってんのよ。やめてやめて、喧嘩はやめて。大丈夫かな？干からびちゃうよ。背中しか汗かかないんだよ。あ、でも背中もね、振りにするのも。そう。汗かいてるね。ここに寄ったらめっちゃ書いてるね。結構書いてる。後ろは、ね、お尻のね、感じもいい。この辺がすごいあって、そうそうそう、いいね、この水着。ちょっとエッチよね。エッチな感じで、ね、今描いてる感じは行っていいですか？行ってくるわ。行ける行ける。ギャスだからね。そう、ビール似合うんで。ビールの飲みっぷりで勝負をね。暑いの苦手だけど頑張ったので、ではみんなこの冬もギャルと一緒に暑い冬にしようぜ。乾杯。うまっ。美味しい。朝からいけるでしょ、ギャルはビール。うん、いけるよ。いけなさそうだけど大丈夫。うん、いける。見てください、昨日すごい二日酔いだったんですよ。うわ、次の日もビール飲むのか朝からと思って飲んだけど、でもやっぱ美味しいです。ありがとうございます。難しいなぁ。もうびっくり、なんかもっとグイグイ言ってくれると思ったんですけどね。ギャル頑張ったけど75点です。思ったより良かった。やったー。でもね、今のところ暫定ビリです。いやね、なんかね、そんな気はしてたの。お待たせいたしました。暑い。整ってますか？整ってますよ。待ってた。大丈夫？暑いよ。テストですからね。色気を、セナ様、うん、今日いいかも、ね、あの髪の感じと。だいぶ来てますね、これは。汗もいい。あ、いいね、汗じみ。汗じみ、汗じみ、いい。いけますか？いきましょう、もうこれは。まず私、お酒をあんま飲まんのよ。うんうんうん。そう、だから頑張るよ、でもお酒頑張ろう。うん、酔っても知らんで。今の一言いいね。それ、それにしよう。そういう感じでいこう。じゃあ、セイラ様、初ビール？初じゃないけど苦手なんだよね。グイッといける？大丈夫？頑張る、頑張れる範囲でグイッといきますね。じゃあセイナ様らしくない感じが欲しいかな。でもいきますよ。あ、苦い。ねえ、ちょっと苦い。半分飲んで。開ける。意外と豪快に飲んでくれたな。うん、なんかさ、苦いねんけど、うんうん、熱すぎてもう何でも水分を美味しく感じちゃった俺。ポイント高めでお願いします。今ね、暫定1位が89点。おお、ちょっとこれは独断と偏見なので、うん、98点でよろしくお願いします。やばれやばれやばれ、きたー。あの、接触も大幅加点になりますので、セイナ様が優勝ということで。やったー、乾杯。よし。私は何で戻ってきたんですか？
4人とも可愛かったけど、まだまだ分かってないですね。何が？サウナの後のビール、可愛さだけじゃないんです。もう1週間頑張って仕事して、サウナで汗かいて飲む一杯は、あんな可愛いものじゃ片付けられないぐらい美味しいんですよ。なのでそれをみんなに教えるために見本を見せたいと思います。いや、みんな本当に可愛かったけど、可愛さを演じてるってことはまだまだだよ。分かってない。サウナの良さをいただきます。あー、おいしい。これっすよ。おっさん出てたよ今。この声出せばいいんですか？わーって。おっさん、おじさん出てるのよ。これなのよ。整ってないんだよみんな。そういうこと。もうね、私は今ビールを全身で感じています。勉強になりました。勉強になりました。めっちゃゲップ出そう。はい、では皆様、サウナの後のビールがどんなに美味しかったかお伝えできたでしょうか？美味しかった。美味しかった、うん、今回持ってきた企画、酒飲み大集合、サウナ後のビール飲み選手権、これにて終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録してね。20万、20万、20万です。めっちゃ再生してね。